アイドルってはずなんですけど、なんかバラバラの ね本当にあのドラえもんとドラゴンボールとガンダムを一気にしたような気持ち。いやもう本当にアイドルって言っても今本当にジャンルが多岐にわたってるよ ね。いやあのデスメタルでいいの、レッド言ってこうもう大好き、少しも寒くないぜっていう ね。いや私も真似したいぐらい素晴らしかったですね。で、うん、先ほどあのウラ MC の海野さんも、はい、説明してくださってるので、5時から第2部が始まりますので、ちょっとまあお台場ね楽しいところいっぱいあると思うので、ぐるっと一回りしてまた5時になったらここに戻ってきていただければ。で今日はこの後物販の方がありまして、うん、そうです、皆さんの物販はどこに置くんですか。皆さんそれぞれのグッズと、あ、ここで、はい、このベンチで、はい、あの販売するそうです、はい、ぜひ皆さんね、はい、ご購入いただければと思います。ここでしか手に入らないものも多い。